ベーメ・フランツ・ベーメは、オーストリア及び、ドイツ第三帝国の軍人。最終階級は、ドイツ国防軍山岳兵大将。第二次世界大戦中は、セルビア占領軍司令官などを務めた。オーストリアのゼルトベクに生まれる。17歳の時に、父が亡くなり、2年後に母も死去。オーストリア帝国軍の士官学校を卒業する。第一次世界大戦では、 ガリツヤ戦線に従軍し、1917年は、ボルイーニ、クールラント、リューナブルクを転戦。1917年から1918年は、イゾンツォ戦線に従軍した。1938年3月のナチスドイツによる、オーストリア併合の直前、オーストリア連邦軍の少将で、情報機関長を務めていたベイメは、 1938年2月のベルヒテスガーデン合意の後、公選を主張する参謀総長アルフレート・ヤンザの公認に指名されて就任した。第二次世界大戦冒頭のポーランド進行には、ドイツ国防軍の軍人として第32不評師団を率いて従軍。西方電撃戦でも同師団を率いた。1941年9月。 ドイツ軍占領下にあるセルビアの占領軍司令官に就任。アドルフ・ヒトラーはベーメに対し厳しい手段を持ってセルビアの治安を回復するよう命じた。ベーメはべての共産主義者、その疑いがある男性市民、すべてのユダヤ人、一定数の民族主義及び民主主義思想を持つ市民を逮捕するよう指令した。また、ドイツ国防軍は ドイツ兵の戦死者一人につき百人の、負傷者一人につき五十人の市民を処刑することになっていた。この指令に基づき、国防軍は、セルビア人、ユダヤ人、ロナを処刑した。クラリエボとクラグイエバツでは、第717不評師団の兵士が、タイドクパルチザンやチェトニックとの砲撃戦の後、数日で市民四千人を射殺した。ベーメが 同年12月まで、セルビア占領軍司令官を務めていた、数ヶ月の間に、ドイツ兵160人が死亡、278人が負傷したのに対し、パルチザン3562人が戦死、一般市民2万人から3万人が処刑された。1944年6月、第2総甲軍司令官に就任し、ユーゴスラビアにある、ドイツ軍を指揮したが、 登場する飛行機の墜落事故で負傷して辞職した。1945年1月8日、傷の癒えたベーメはノルウェーに駐屯する、第23学軍の司令官に着任、終戦まで任務を務めた。終戦後の1945年に、ノルウェーで捕虜となり、1947年5月13日に、ニュルンベルク継続裁判の捕虜裁判で起訴された。 同月29日、ニュルンベルク工事所の5階から飛び降りて自殺した。グラーツの墓地に埋葬された。ありがとうございます。